どうもこんにちは、スケートです。ということでですね、本日は黒ひげ使っていこうかなと思います。で、黒ひげってちょっと前に復刻来てさ、4000で取れたじゃん。で、その時に俺も黒ひげ取れたから、今回は使っていく。で、黒ひげは前の情報修正で強くなった組なんだけど、ダウンするだけで体力が回復できるっていうのが初めてついたキャラクター。今は30とか持ってるけどね、うち入りの。で、まあ今の環境に刺さってるかって言われると、今ってロジャーとかがメインだから、まあそんなにすげえ刺さってるわけではないんだけど、まだやっぱニカがいたりとか、キドロがいるから、能力者キラーのこの黒ひげ、まあ全然動きはすると思うのよ。まあから頑張っていこうかなと思ってます。はい、で今回のメダル編成こんな感じ。一応叩かれたら溜まるやつ持ってて、で自陣どうせさ守れんのよ、ディフェンダーだから。から自陣で火力上がる、火力上がるか、よだめが上がるやつで、相手キルした時に恩恵があるってことで、キルした時にさらにスキルを溜まるように、クローズが溜まるようにしてる。で一応サポートもまあゲットとディフェンダーか何なんだけど、まあ、ゲッターでいいかなと思って、ゲッターパラミシア船長新世界。まあ、他はなしで、まあ、とはいえ 172.5 あるから、まあ、いけんじゃね？頑張ります。よーし、システムよろしく、いいなぁ。いいなぁ、5番さん。俺も青豆欲しい。いや、青豆さん、11,200 円で天井なんだけど、今回。いや、いかんせん金がないんだよな、ガチで欲しい。いや、半分ぐらいダイヤで頑張って、半分5,600 円。まあそれならなんとかできないかなと思って今頑張ってる。何の話してんだこれさ。ワンチャンクローズでマムこっち持ってくる。ただあいつねビリビリしてんだよね今。そうビリビリしてんの結構厄介なもんで。そうでしょう、そうなるよね。そう意外とあいつ厄介なんだよな。オッケーナイス。うえ何今なんかずれなかった。おいしょ、肩しかもこっちは状態あけどいけるか、どうなるんだろう。さあ見えてなかったね。いや見えてたんだろうけど対応はできなかった。こわっ、オッケー、これワンチャン間に合う。ワンツーワンツーの移動の方が早い。これね無敵スキルなんだよね、ママのこれ。待って、異国食らう。これかっこいいよな、異国よくね、めっちゃ好きなんだよね、あれあれクソかっこいい。おいで、あ、いナイス、これでいけるんじゃね。なんかラグくなかった、当たったよね。1万なんぼ通常では絶対ないもんね。いや当たったんだけどなんかラグくなかった今。能力者じゃないな、シャンクス。使ってみる？おいで。あー、よろけない特性が強い。よろける関係ないか。いった！おもうやべ、音割れてたからごめん。あ、ダメージ、ダメージ、ダメージ。普通にダメージ結構良くなかった。今入ってなかった？入った。いや、待ってよ。今んとこ、正直言うと、よくわかんないぐらいが本当な気がするな、俺。おいで。オッケー、つかー、やめてー。俺このクローズ無敵じゃないの、やめて。回復力がやばい、マジで。最新の超絶はもうこれだから、本当に。こっちを見て、あ、待って、通信。あ、大丈夫？どうなってる？いける？あー、当たってない。あれ？なんかずれてね。ねえ、ガチで通信悪いのはやめて。もう通信とか逃げられないからさ。ちょ、ちょっと待って、どうしよう、通信が悪い、今日。やば。なんかさ、このさ、時々すっげえ通信悪くなるのどうにかしたいよね。ガチで引っ越したらネット環境が強いところに引っ越したい。オッケー、ワン、ツー、オッケー、ワン、オッケー、いける？痛いけど、大丈夫、握ってしまえばこっちのも、オッケー。カイドウはね、これに対する対策ないから、こいつは。落ちる？あ？通信だよね、絶対今の。今の絶対通信悪いせいでおかしくなってたよね。回避使っちゃう？けどさ、けど待って、一陣抜かれると、奥抜けて、いや、いやけど、まあごめん、なんかちょっと俺のピミオ微妙かってね、今回は。ごめんなさーい。いやー、初期に一戦目よろしく。どうしよう。思ってるより一戦目動けてなかった、俺。全然動けてなかった、ごめん。そう、四季がさ、結構ダウン向こうとかをもらってるからさ、今回。旗握ってる時によろけないよ、みたいな。待って、これ俺もしかして速攻死ぬ？もう一回死んだ、今ので。早くね？あ、けどこれはね、多分大丈夫。こっち置いて。オッケー。これができるのいいね。あ、これはね、多分、いや、一回俺殴っちゃうか。おいで。当たってねー。意外とつれー。ちょっと待って、これ俺ピヨるよねー。そうだよねー。待って、黒逃げ、あ、ダメ？あれ辛い、痛い。ちょっと待て、黒ひげ何も動けてない気がするぞ。仲間ないです。ここ味方に任せようか。味方は大丈夫、ニカなら守れる。俺が残りを頑張る。こっちおいで、シキ。おいって今なんか自ら寄せなかった相手のことをさ。 OK ナイスよ、そこはヒー。 OK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 111。いやー、回復優秀ね、あんた。これ、2回の方に取らせてあげたかかったね。ごめんなさい。普通に握っちゃった。
痛くはない。俺じゃない、俺じゃない。オッケー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 。あいつあっち行こうとしたら俺が捕まえれる。オッケーナイス。落ちな。3700。硬くない？俺一応レベルマックスなんだが。一応レベルマックスなんだが、あれは。捕まって体力3万2000あるよ。高くね？今気づいた。全然体力見てなかった。回復か？それはやばい。ダウンさせてほしいな。そう、ダウンしたらさ、俺はあれだから、オッケー、いける、大丈夫、大丈夫。無敵。ナイス。これは行くんじゃない？一回も落ちてなかったね、今まで。ガチ。きつ。オッケー、ナイス。落ちな。待って、この子、いつ死んでる？てか、死んでるのかな、これ。2割、3割回復特性がさ、エグすぎてさ、やべえ。え、どうしよう。あれ、黒いゲって思ってるよりひょっとしてきつい。思ってるよりひょっとしてきつい。あれどうしよう。いてて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 てもう死ぬしかないかったりする。あーどこ見てんの。クロック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 クあれひょっとしてすごくきつかったりする。あー今吹っ飛ばされんのは邪魔くさすぎる。今のなかったら勝てたかもしれないよね。いやー仲間ごめんけどこれ勝てたかもな。惜しいねこれ。ごめん。よーし、オッケー、よろしく。これ大丈夫かな。いやもうこれさ3試合目だからこれでラストなんだけど大丈夫かなこれ。いや頑張ろう。いや最後に大逆転劇できるかもしんないもんね。黒ひげ走ってこないで。痛い、ごめん。痛い。そういえばなんだけどさ、なんでこの黒ひげって黒ひげって呼ばれてるんだ。なんかさ白ひげってさ分かるじゃん。あんだけ立派なこうひげが生えてるじゃない。普通のひげだよね。いや多いんだよ、多いんだけどさ、そんなに彼ほどさもわっとはしてないじゃん。別にドンみたいな感じじゃないじゃん。なんで彼黒ひげなんだろうね。何の話してんだ俺。待って、シャンクスがねそこにいるの。任せていい？ごめんね味方、任せれるね。それは無理かも俺には。うわー今攻撃打ってくると思ったんだけどな。そう、なんかさあるよね、斜めに降りて、あの降りないみたいなスキル、スキルっていうかあの PS でやるやつなんだけど、ちょ、わー一回落ちたね。いった。今日さこれさワンチャンこっち持ってこれない。おいで。え、なんかすげえ寂しかった。うわー回線頑張って。 OK です、よしよし。あ、これいけるかも。あー、ジャスカうめえ。お前ら言いたくはないけど、とりあえず回線悪いのやばくない今回。あ、待って、ダメージは高くね。え、どうダメージは良くない。ほら、おい、おい、 OKOKOK、 ダメージは熱い、ダメージは熱い。おいで。痛い。ちょっと待って、今日ダメなのこれ回線では。あー、いける。あ、これ使ったらもったいなかった。だからあのね、意外、いや、あーどうしよう、悩んで結局抜き切っちゃった。じゃあこいつを落とさなきゃいけないよね俺は。あーダッシュできなかった、ごめんよ仲間。おい、いっか、ここは任せよ。こっちは任せて、どっかに行こう。あそこで沼ると多分地獄だ。2人、あの4分の2、半分があそこで時間を食われるのはやばい。ここを頑張って抜こう。少しずつもやらしとこう。痛いけど大丈夫。言うてちょっとは減った、ああーいいなそれ、強いな。いける？大丈夫。最大はね、最大は言うて削れない。なんでかってあの8割減だからね、ダメージ。ロシアやっぱバグだよなこいつ、クソ強え。どうなってんの性能。あーダウンしてた、ごめんなさい。敵にじん抜けたらうまいんだけどな、俺のこの残り体力じゃ厳しい気がするな。8割減とはいえ結構ダメージじゃん。 OK、 ナイス。ここまでいったら多分大丈夫。あの一陣抜くの、待って、こっち来ないで。あー大丈夫、一陣は守る。あれ使っても俺が寄せれる。こっちにおいで。飽きてるよね。ここは抜かれない。もう守る。ここは守る。ここは大丈夫。任して。ここは任して。大丈夫。無敵スキルからの吹っ飛ばし。オッケー。ここ守ったんじゃない？仲間抜かれるかな？あっち。どう？うわぁ、危ない。ようやく勝ったね。あざーす。動画を最後まで見てくれてありがとう。今ね、ここに出てる動画もね、面白いはずなんでね、他の動画とかもね、探してみてもらえると嬉しいでございます。ショート動画だったりとかの TikTok の方にもね、時々投稿するから、もしよかったら。で、リクエストとかあったらコメント欄へ。ってことで、じゃあまた次の動画で、ライブなり、他ので、バイバイ。